パレスチナ自治区ガザの当局は20日イスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が始まって以降ガザ側の死者が2万人に達したと明らかにしました2万人の死者のうち子どもはおよそ8000人女性はおよそ6200人を占めています民間人の犠牲が増え続け国際社会からイスラエルへの批判が拡大する一方ネタニヤフ首相は20日 ハマスの総統まで戦闘を続けると改めて主張し、ハマスの戦闘員には幸福か死しかないと述べました。こうした中、アメリカのウォールストリートジャーナルは20日、イスラエル側がおよそ40人の人質解放と交換で戦闘を1週間休止すると提案したのに対し、ハマスが拒否したと報じました。